はい、どうもみなさん、こんにちは、もんじゃ TV です。今回もウィニングレビュー2016マイクラブやっていきたいと思います。ちょっと時間ないんですけどね。なんと対戦相手の方がちゃまくんということで、もう3回目かな。うん、やっていきましょう。ちょっと待って、設定しないと。夜に設定してと。ボールもまだね、実際勝ててないんでね。で、おもちゃ TV が今ね、レートが935まで上って、今11連勝中だから、ちょっと一回落ちてね。そう、なんかね、全部緑になったら緑になったでさ、ちょっとカバーニとか欲しいなと思ってね。レバスキとかね。レバスキとかね。そう、まあ自分に多分合う選手があれなんだけど、やっぱり俺はレバンドスキーとかバイルの選手使いやすかったからさ、アラバとかも欲しかったんだけど、うん、まあやっていこう。勝ててないからな、チャマ君に。一回も。なんとか一矢報いたいね。そうだね。ちょっと選手がね、2試合目で疲れちゃってるんですけど。はいはいはい。北沢さん、よろしくお願いします。今、そういえばレート何本だったの？レートは今、俺チャマ君だ。2000ってやばない。屈折対応します。いい、縦にボールを送ります。イニエスタ、イニエスタとかもう使ってる使ってる人いるか。ボールはロペ、ロペよね。ネイマール、ベイル、ベイルか。ベイルいいよな、うん、ベイル欲しいね。2017だったらベイル欲しいな。てか2017誰が表紙なんだろう。あ、走ってるね。スルーパスを出す。ああ、中入ったら。チャンス抜けた。さあ、シュートレンジだ。よいしょ。これ危なかったね。一発目がやっぱり、奥深くまで行かれたら、結構きつそうな感じするね。結構。この手の感じは。よいしょ。ああ、簡単。ナイスキー。ね、イブラ、イブラ。まあ大好きだったね、今。この後ね、結構パスコース、おお、ガンガン来るね。ドリ重視？これね、サイドだな。うん。前半の14分を過ぎたところです。さあ、この序盤両チームともまだ勝利はありません。うわ、危ない、危ない、危ない。あの辺うまいからな。動画で見てますよ。でもぶっちゃけここ入るか入らないかだよね。そう、ここ入るか入らないかでだいぶ変わる。イブラナイスか。イニエスタ、イニエスタ、ちょっと役不足な感じしますけどね。チェアゴを使ってたんだよね。あ、そこ、あ、これやばい。危ない、危ない。危ない分が来てるかもしれん。ちょっと危ないぞ今のは。ちょっと味方してる。うーん、まあね、ちょっとあそこ外れるのはなかなかないよ。あれ普通入ってるな、多分。うん、さがなあ。あ、なんかの方が。うん、やっぱしょうがないんだけど。イブラヒモビッチ、ロッベン、ディマリア、ネイマール、アスワレイソ、組み立てながら攻め上がっていく。ディマリアへ、これ入りましたよ。うわ、あ、通った、勝った、ズドン。よしよしよし。まあボタボチだな。まああれでもね、フリーだったからね。まあそうだね、一発で決めてほしかった。一発で決めてほしかった。そしたら綺麗だったな。まあ結構運があるな。なんかまあ最初のね、2本外してくれたから。外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか？そうですね、これはワールドクラスのゴールでしょうね。あ、それくらいしたかった。まあもう、あんな行き過ぎてもあれだな。あ、やばい。見事なゴールでしたね。あー、もったいないね。落ちちゃった向こうに。うん、まあ同じような感じだね。いや、動きのあるゲーム、ちょっともったいなかったな。行っちゃったな、あいつが。バックのやつが思いっきり。もう
ここしかないというコースをきっちり決めてきます。来た、これは気持ちのいい一発が決まりましたね。来たんじゃないか、ドン。いや、これ綺麗でしょ、これは綺麗でしょ。来た来た、あとは守備だね。行くよ。ちょっと守備が一回も勝ててないからな。ちょっとね、ちょっと行かれてる感じするからな。守備修正したいね。まあ、でぶっちゃけ誘う感じでしょ。そうですね、これはこうまいんで、このためがここでしょ、ね、ここだよね、ぶっちゃけ。オッケーオッケー、ナイス。誰やこの体強いやつ。イニエスタ。あ、イニエスタ。そんなちょっと体フンってやれる感じだった。もう落ちてましたよね。飲んでるからね、ちゃんと。今のさ、あれまでさ、ライブアップデートやってくれてもいいのにね、コパアメリカとかユーロとかあったし。そうだよ、今がさ、ちょうどカバーに絶不調でしょ、今絶対ライブアップデート、ライブアップデートあったらさ、そうだよね、絶対誘ってんだよね、これ。まあ、誘って、大体そうだよ。あ、これ、一発だぞ。お前、うん、ここ一発だね。振り向いてパンがあると思う、たぶん。箱取ったら、変なタイミングで入るあれがあるんだよな。勝ってるからね。生きた。イニエスタ。いいね。さあ、イブラヒモビッチへ。パスの交換。来た。前向いた、ドン。さあ、シュートまでいけるか。ああお前。溜めたんだけどな。そこはな、まあ、カウントだけ気をつけたいね。これ1本あるから、まあでも結構溜める感じだな、この感じは。うまい、これどれさしても問題ねえよ。あ、ホールに、まあまあまあ、打つさ、打つか。狙いますよ。味方を走らせる。オッケー、これなんだ。攻撃がやっぱうまいな。素晴らしい。まあ、溜めがね、すごい独特だよね。うん、まああそこ寄ってっちゃうと、ピャッてやられるから。だからやっぱり行かなかったけど、あそこら辺やっぱり食いつくと多分外されて、やられるケースとか、あれどうした。寄せては行きたいけどね。イグワインとミュラー入れてんのか。なるほど。リキューガルシア。寄せては行きたいね。そう。シュートコースだけ切っといて、みたいな。ここゼロで迎えたいな。あ、もう、あれか。まあ、あと1点追加点取れりゃでかいね。でかい。ここら辺集中したいけど、向こうも多分ここら辺行ってほしいからな。オッケーオッケー。あ、危ない。シュートー！ああ入った。もったいないね。ロペオがクリアしなかったな、今。前半終了です。あのイブラのあれシュート打ってよかったかもな。打ってよかったな、普通に。あそこら辺は。いや、北澤さん、後半行きましょう。と緊迫した試合内容になりましたね。さあ、打ち合いですな。うん、2対2の同点で。まあ、行くのかではないんだよな。守備もうちょっとカチカチにしたかったけどな。ちょっとここまで両チームとも互角の戦いを見せています。見られちゃう感じかな。あ、ここね、あ、やばい、待て待て。うん、ここね、最後で取れれば、これ逆にチャンス。イニエスタへ、ロングフィード。いいところ、サイドのスペース、体を張ジョンポン。おー、あー、コーナーキック大切にしたいね。まあ、どちらにせよ多分これ1点取った方がだいぶ有利だから。最悪、最悪。あー狙っ、お、あれやってるね。うん、さあ、どっけるか、次。最悪だよな。頭できた。おーおー、止めるね。誰キーパー使ってるの。クルトワだね。ここからのリーグアップだからね。おお、すごいな。ボールはロペ。アザール。おお、あそこ取っちゃうんだ。クリスチャーノ・ロナウドのボールのこのパス。ああ、なるほど。はいはい、ゴールキックとなります。いやー、60分過ぎたらミラー入れたいね。あ、そう。うん、今リマリアなんだっけ。そう。スペースへ出す。うん、そうだった。この試合ですでにアシストを記録しています。また中央へ、ディマリア、ネイマール、パスをつなぎます。来た、打てますよ。おっと、ルーフ。うわー、もうちょい角度つけなかった。この後守備ね、ロ
なるべく後続らせれば。あーこれ良くない形。まあでもしょうがないね。前線へ出す中でしょ。丁寧に足元を使う。オッケーオッケー。スルーパスを出す。うわー抜けちゃった。おおナイキ危ね。ブッフォン最強だわやっぱ。これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。あそこでなぁ、これ貯められるね。ネイマール、ディマリア、ロッベン、イニエスタ。いいね、来てないね、カーソルだったな。ガルバハル、ネイマール、ボールはロッベン、イニエスタ。いやー、6ペンだろ。この後だね。OK。ここはありがたい。あ、いいとこ通った。まあ、詰められましたからね。ちょっと中が混んでるな。お、来た。ドン。あーっと。ネイマール。いや、うまネイマール。あれ入るの普通。あれ入るの結構。よっしゃー。まあ一本な、ブッフォンに神セーブ止められたからな。流れが来たね。来たよ。ネイマール。そんなん多いよね、ウィニビレブって。シアゴにしときゃよかった。ちょっと後悔してる。何がウィニさんのところ。ちょっと負けてるよね、あそこは。あとね、2試合目。ああ。体力やっときゃよかったな、しっかり。OK。でももう1点取れば結構でかい。今日2点目です。あ、来た。イニエスタ。ここはね、ゲッツェ外だね。セルギオラモス裏のスペース来たんじゃないか。うわなんでだ。うわマジか。トラップ良くない今の。いやあれむずいんだよ、ケツからのボール、まあ、あれトラップできたら完璧だったら。この後食器をつけたよね。まあしゃあない、これ持たれるのは。あえとった。イニエスタ、ゲッツェ。うん、ゲッツェ、ケツ振り大好き。俺ゲッツェ。カーソル結構当ててこないんだ。パスで繋いで攻め込んでいきます。カズワレイソル、このパスを防ぎます。サイドへ、ガルバハル、チップで落とす。いやちょっと雑になったな。オーケー、これで終わった方が俺はまだいいかな。1本外行ってみる。ニブラね、いいでもね。あ、そう、テベス交代。1本外から意識させた方が。外上げるか。うん、一本外でして中結構かっちいからな。外が結構抜けそう感じがするけど。来た。おお来た。オッケーオッケー。これは美味しい。これ大切に、うん、回していきたいね。ミューラー、このスルーパスは通りません。ここね、枚数はいないと思う、多分前に。ロングフィードで狙う。うん、1枚のボールをカットします。セルヒオラモス。お、ラモス、ラモス、ここね、ワンチャンクロスあるからな。オッケーオッケー、しょうがない。ここで前を向けるか。絶好の位置。オッケー、これカウンター切れるな。ミューラー。あー、ミューラー、お前どうした。お前おじさん、あのキューみたいな。あ、だ出なくていいね、これ。私としては、いやこのまま終わりたいですよね。まあ、これそうですね、もう時間が過ぎるのを待つ。ナイスキー。一瞬のクリアですね。いいんじゃないかこれ。イブラヒモビッチからミューラー。いい、これ外クロス、クロスを上げる。キューン、よいしょ、来た。完璧、やっぱ外だったな。外正解。外正解です。なんかガチガチに固めてた節あったから。来た来た。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いやチーム全体で非常に攻めましたよね。ロスタイムか。これは勝ちもらったでしょ。フィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。いいんじゃないの。さあ柏はこれはもう、わあそれ遊んだ、来た。ここがぶっちゃけ結構狙い目であるんだよ。これ2点差ですからね。もう時間もないですから。最後2点差で試合を決定つける気になるかもしれませんよね、うん、まあワンチャンクロスだね。おお、終わり。あ、あまだクロスとかスローインだね。よし、初勝利か。初勝利だ。記念ですな。この間も負けちゃったし。なん
2敗してる2敗1敗した2回引き分けて今1敗したかな。あ、じゃあ5分ですね。これでなんとか5分にね、次当たる時がじゃあ決勝戦、ね、決勝戦だね。いやー、なんだかんだ12連勝だ今。ちょっと守備があれだったけどな。そう、1238なんだ、すげえな。高俺も1000オンディビではあれだったけど、マイクラブでね、いたんだけど、マイクラブでなかなか難しいんだよな。だ今調子いいからこの勢いで行きたいよ。なんとかカバーニ欲しいな。カバーニとかレバンドスキーとか、あとボアテング。あ、ボアテング欲しいわ。一応ね、今12連勝で、まあ、939ということでね、まあ、今回はチャマ君との試合ということで、まあなんとかね、チャマ君に初めて勝つことできたから、そうね、嬉しかったね。まあこの勢いでね、なんとかレッド戦で、ね、目指してやっていきたいんですけど、まあ難しいんだよな。まだ50かな。何が難しいかっていうと、やっぱりどうなんですかね。あとまあなんかその技術的な動画もね、上げるって言ってるんですけどね、ちょっと上げれてないんですけど、もうちょっと落ち着いたら上げたいな、しっかり。なんか自分のこう気をつけてるところとかね、上げれたらいいかなって思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。Bye.